皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。今日の卓球知恵袋は、サイドスピンブロックについてやっていこうと思います。今回はボールの左側を捉えてこちらにカーブさせていくサイドスピンブロックになります。こういったあのドライブに対してこっち側を取って曲げてやるようなブロックです。こうサイドスピンっていうブロックにも試合でそう何度も何度も使うテクニックもありませんし、トップ選手でも試合で使うことがあると言っても10回20回と使うものではないので、そういうイメージって少ないかもしれませんが、何種類もあるのでこういろいろ使いこなしてほしいなと思います。同じサイドスピンでも微妙な変化の違いをつけることで相手はやっとそのボールに慣れて返球できると思っても、次はまたちょっと回転の変化が違うからミスして、あれなんでだろうっていう形になるっていうのを狙うこともできますし、ボールっていうのはこう球体なので、本当にこうサイドスピンでもここからいろんなかけ方でも無限にあると思うんですけど、そういうかけ方があるので、実際に自分のボールタッチを鍛えたりとか回転という要素をもっともっと自分に浸透させるためにいろんな捉え方っていうのをやってもらうと、特に効果的に、いろんな技術を覚えたりとか試合で使ったりとかっていうふうにこう自分に落とし込めるんじゃないかなと思うので、しっかりと同じ1個の技術でもいろんな捉え方を覚えてるっていうのはお勧めしている方法になります。今回は、こちら側を切るサイドスピンブロックなんですけど、横下と横上と2種類やっていこうかなと思います。横下はもちろん相手コートに入ったらどちらかというとツッツキとか回転合わせてこう返球した方が返球しやすいんですけど、横上っていうのはただ合わせるだけだとポーンと飛んでいくので、相手もその同じサイドスピンなんだけどその捉え方を変えなければいけない、返し方も変えていかないといけないっていう風な形になるので、横下と横上っていうのが一つの使い分けの、基本になるのかなと思うので、この2種類やっていきます。ではまず横上回転から、説明していきます。横上回転っていうのはもう横回転、こっちを取るので必然的に横はしっかりかかっていくんですけど、プラスこう上回転トップスピンを足してやる。イメージ的にはこうボールの左上を擦るイメージで、こういう形でグッて擦ってやってください。でこの時のポイントなんですけど、相手はドライブを打ってくるので、ただ当てるだけだとポンと弾かれてしまうかもしれないので、こうグッて上から下にちょっと押さえるようなイメージでサイドスピンをかけてやると、しっかりと押さえられて、さらに回転をグッと強くかけることができるので、ちょっと上から下にこう押さえ気味でやってやるようにしてください。なのでこうボールが飛んできたらただ横を取るんじゃなくて、ちょっと上から押さえる形にすることでこうしっかりと角度を出して上回転っていうのをかけることができます。なので横上回転でサイドスピンブロックをするときはしっかりとこう上からグッて押さえてやるっていう風にやってください。でこの時に相手のボールの回転に負けてしまわないように、最初はミドルあたりを狙って練習するといいと思います。多少ズレがあっても相手のコートに入ってくれるので、まずそこからこう回転をかける感覚っていうのを掴むといいと思います。やっぱり慣れないとこちらサイドにミスしてしまうことっていうのはかなり多いので、しっかりとそういった形でまずは相手コートに入るようにでかける感覚を掴むようにしていってください。次は横下回転のサイドスピンブロックをやっていきます。横下回転の場合はこうサイドを向けてボールのこっち横下、ここちょっと突きまでいかないんですけど、こうサイドよりちょっと下気味ぐらいをこう切るようなイメージでやっていきます。でこのブロックっていうのは上回転に対して少し下回転を入れるので、一つ間違うとポーンと上に弾かれてしまうので、まずしっかりとこう軽く台上で横下カットをするようなイメージでブチってこう切るようにするっていうのが一つのポイントになります。なのでちょっと打点も早めの方が抑えやすいかなと思います。
でボールの弾道のイメージなんですけど、バックスピンをかけているのでちょっと止まるような弾道のイメージを持ってもらって、まあ、少しこう思った以上に飛び出していきやすい打ち方なので、ちょっとネット際に落とすようなイメージでやるとこううまくいきやすいかなと思います。まあ、ここはちょっと感覚の部分なので説明が難しいんですけど、こうやっぱりこう下をかけようとすると浮いてしまう、飛び出してしまうっていう方はちょっとネット際に短く低く落とすイメージでやるといいぐらいになるんじゃないかなと思います。では実際にそちらの方を打球していきますのでご覧ください。